ホテルに戻る前にちょっとコンビニとかスーパーマーケットに行きたいと思います。あ、って言ったらここもあれかな、なんかお菓子屋さんかな。チョコライスなんだ、なんとかテックパイ、このロッテのパイ、3900ウォンですね。10個入り解読、美味しそう。せっかくなんでこの、お菓子たくさん売ってるところに入りました。結構いろいろ売ってますね。悩む、逆にこれお土産だったらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、なんかこれプリングルス、多分日本になくないですか、このバターキャラメル。すごい気になる。ありましたっけ日本に。これないですよね。こっちオリジナルかな。楽しい。ベストマートっていうちっちゃめのスーパーですね。日本でいうと、お菓子の町岡みたいな感じのとこです。はい、次はここのスーパーマーケット入りたいと思います。ここもホテルからすぐ近くですね。このスーパーモンスターのなんか日本には売ってないやつが売ってますね。ウルトラシトラシトラシトラスなのかな。黄色いやつですね。どんな味するんだろう、これちょっと気になります。こっちとかこっちは売ってますもんね。黄色は初めて見ました。ドトルのラテも売ってますね。カフェラテ、これはまあ普通の大きさかなって思うんですけど、隣こっちとかすごい大きいです。一応韓国のやつですかね。ちょっとなんか粒が大きそうな飴ですね。4500ウォンなので、まあ400円ちょっとぐらいですね。日本にはないロッケの飴ですかね。マッコリ売ってますね。すごい安いです。これとかは1800ウォンなんで180円、170円とかですね。これも全部一緒。これなんかもうオリジナルマッコリ1200ウォン100円ぐらいですか。750ミリで、味はどうなんだろうな。これの缶がこれかな。これなんかもうもはや900ウォンですね。240ミリリットル900ウォン80円ぐらいです。Kマートっていうスーパーマーケット、ここも安いですね。ちょっとここは一番安いかも。さっきのこれとかも3900円安い。こうやってスーパー見比べたりするのもすごい楽しいですね。面白い。リアルブラウニー、これは32パックで1万6500ウォン、1500円ぐらい。これもまあまあ安いのかもしれないですね。これは何だろう、いちご、ロッテのいちごパイみたいなやつかな。何個入りだろう。あ、10個ですね、これ10個って書いてあります。スーパーマーケットとかコーヒーとかジュースとかたくさん置いてあって、すごい便利ですね。ホテルからも近いですし、韓国の歯磨き粉売ってますね。こっちはシャンプーかな、シャンプーって書いてある。面白いな。はい、ホテル戻ってきました。
10時、今15分です。